株式会社クロスエッジラボ代表取締役渡辺久志様でございます。ええとクロスエッジラボ渡辺です。アナマルフィック工学系を用いた車載用超広角サーマルビジョンについてお話しします。えこのプロジェクトはネイダ n. E. P. のご支援をいただきまして。あのこれまで。ステルスモードで開発をしてきて、今日初めてあの。 皆さんの前でお話しするということで少し緊張しております。えっと、あの、期のないご意見をあのこの後伺えるとあの幸いです。えっと、まあ、始めます。えっと、日本の交通事故の死亡者の中で歩行者が最も多く、その7割は夜間に発生しています。夜間の歩行者をどう守るかというのは極めて重要な課題です。このような背景の中で、新車アセスメントプログラムでも2024年から交差点安全ブレーキ、 の導入が予定されています交差点での安全性能は車の売り上げに直結する重要な技術になっています夜間の歩行者を守るという観点からはサーマルビジョンが有効ですすでにサーマルビジョンは、えー、量産車に実用化されています例えばこの BMW の例ですけれども暗闇の中でも体温から人を検知できるという意味で サーマルビジョンは夜間の歩行者を守るという意味で極めて有効です。ただし従来のサーマルビジョンには視野角が狭いという課題がありました。えっと、下の図は運転席からのパノラマ映像になりますけれども、この中央の四角いところが従来のサーマルビジョンの視野角になります。非常に中央の狭い領域で、えっと、車の近くにいる 歩行者や自転車ですねを、を検知できないという課題がありました。私たちはこれを解決します。まず最初に、車載カメラに必要な性能について考えます。車載カメラ、極めて独特殊な視野角が要求されます、えっと。中央の部分、縦方向の中央の部分で20度ぐらいあれば十分なんですけど、横に行くに従って広くなっていく、下方向に広がっていく。そして、えっと、横方向についてはできるだけ広く、180度に近い視野角が、えっと、必要とされます。 このような縦と横で倍率と異なる光学系をアナモルフィック光学系と呼びますけれども、このような極端に縦横比のあるの異なるカメラっていうのは、車載カメラとしては実用化されてきませんでした。私たちは独自の遠赤外アナモルフィック光学系を一から設計することで、この超広角サ,超広角サマルビジョンの開発を行いました。 そしてこの開発した超広角サーマルビジョンをウサギの広い視野にちなんでバニービジョンと名付けましたこのバニービジョンでは広い視野角の横方向を4分の1に圧縮しますそして4対3のアスペクト比のサーマルセンサーに投影しますこの左側の図が4対3のアスペクトのサーマルセンサーに垂直28度水平150度の視野が投影されています この画像を4倍に拡大してや横方向4倍に拡大してやって、えっと、さらに歪みを補正することでこの下方向に広がる垂直28度水平150度という広い視野角を実現しました。でこの、えっと、バーニビジョンを車に搭載しました、えっと、ルーフの先端部分に取り付けています。で、えっと、システムとしてはサマルビジョンあバーニビジョンと えっと、カメラですね。75度かかる ×56 度の視野の可視カメラを搭載しています。で、このバーニビジョンの画像と可視カメラの画像を PC でしてやること、処理してやることで、ダッシュボード上のディスプレイに表示します。この図からは非常に見づらいですけれども、車の右側に人がいます。こうですけれども、えー、っと、バーニビジョンの画像では車だけでなく、えー、っと、人も、えー、っと、捉えられているということが分かります。 えっと次に夜間の、えっと、走行映像がこちらになります。えっと、少し見にくいかもしれないですけども、この暗闇の中にいる人が、えっと、検知できているこということ、それから前方だけでなく、車の横ですね、側方にいる人も、えっと、検知できているということが分かります。これがバニビジョンの最大の強みになります。えっと、次に、えっと、朝の走行映像になります。えっと、逆光でで非常に見づらい状況でも 歩行者が、えー、見つけられているということがわかります、えー。このような通常のカメラの苦手な逆光であるとか悪天候、こういうところで強みを発揮します。さらに、えっ、ー、と、バーニービジョンの最大の強みは、えー、夜間の交差点での歩行者検知ということになります。こちらは、えっ、ー、と、右折時の歩行者検知の例です。えっ、ー、と、今走っていて、この先の交差点を右折します。バーニービジョンの画像では、 えっと今歩行者を捉えました下の画像だと今見つかったということになりますこのようにえっと夜間の歩行者検知という点で、えっと、サーマフィジョンであるということそれから超広角であるということが有効に機能することが分かりますえっと従来のサーマフィジョンとの比較を示していますバニュージョンの特徴は圧倒的な視野角の広さ になります。150度という視野角を持っており、えっ、ー、と、右側で比較していただくとわかるんですけれども、えっ、ー、と、車の横にいる歩行者まで、えっ、ー、と、検出できるということがわかります。えっ、ー、と、従来のサーマルビジョンでは、えっ、ー、と、300メートルの先の歩行者を見つけられますということをセールスポイントにしていますけれども、えっ、ー、と、私たちは300メートル先の歩行者よりも、えっ、ー、と、近くの歩行者を確実に検知して、えっ、ー、と、知らせることの方がより重要であるというふうに考えています。 えっと、こちらは従来の車載センサーとの比較になります。えっと、バニュージョンの強みとしては夜間の特に、えっと、交差点での歩行者検知という点にあります。次世代の車は、えっと、いろんなセンサーを積んでそのセンサーの情報を総合することで安全性を高めていくっていう、えっと、センサーフュージョンという考え方が主流になると考えられています。えっと、その時に、えっと、他のセンサーの弱点である夜間の歩行者というところに強みを持つ えっと、バーニービジョンが使われていくようになるというふうに期待をしています。事業化に向けては、えっと、解決する課題としてハードウェアとしては、えっとまあ、自動車ですで高い品質と非常に厳しい指令性が要求されます。そのための資金と技術とパートナーを求めています。資金については、えっと、NEP のプログラムでここまで来ましたんで、えっと、引き続き NET、えっとね、の支援を送られたらと思っています。それからパーートナーとしては 自動車メーカーあるいは t ワ1のサプライヤーさんと協力協業するような形で、えー、性能それから信頼性を高めていきたいと考えていますソフトウェアとしては歩行者の検知技術が重要になりますこれについては、えー、現在立命館大学とあの機械学習を用いた歩行者検知技術の共同研究をスタートさせました、えー、とこのプログラムの中で、えー、と歩行者検知技術を確立していきたいと考えています ビジネスとしては、まず外付けの装置ですね、を、えー、と製品化して、その上で、えーと、パートナーと協議をするような形で、組み込みが CCI、えー、CC の組み込み型ですね。そういうものを、えー、と製品化していきたいと考えています。えー、とこちらがチームになります。えー、とバニビジョンで安全な車社会を実現していきます。えー、と以上です。どうもありがとうございました。 株式会社クロスエッジラボ代表取締役渡辺久志様でございました。ありがとうございました。ね